立憲、に、政権取れない、玉城氏氏、が小西氏猿発言、批判。立憲、泉氏不快感、自民党が喜ぶだけ立憲民主党の小西洋之参院議員による、猿、蛮族、発言をめぐる問題は、国民民主党の玉木雄一郎代表と立憲との間で応酬が展開される事態に発展している。 玉木氏はラジオ番組で、そんなことを言っている政党は政権を取れないし取るべきではないと思うと述べたのに対して、これは言い過ぎ、自民党が喜ぶだけなどと反発した、メディアに圧力をかけていることの方が、より問題だと思う玉木氏の発言があったのは、4月19日朝放送の岩瀬恵子のスマートニュース、ラジオ日本。 小西氏の発言と立憲の対応を次のように批判した議論すること自体をサルだの蛮族だのと平気で言う幹部がいるというのは言論に対して衆議院に対しても非常に無別的な言葉でそんなことを言っている政党は政権を取れないし取るべきではないと思うそれは多くの有権者もそう思っていると思う さらにメディアに圧力をかけていることの方がより問題だと思うと指摘その背景には野党が持つ権力への無自覚があると見ているあんまり言いたくないんですけどやっぱりある種の甘えがあって与党が使う権力は悪いけど野党だって権力なんですよ政治家 それは何かいいという甘えがあって、自分の元総務省のまさに役職をちらつかせながら圧力をかけるなんていうのは、まさに自分が糾弾していた行為そのものなんじゃないのかと、そのことに対してメディアに対しても、我々に対しても何の謝罪も弁明もまだない。 司会の岩瀬恵子氏が、やっぱり党の一大事として代表が何かしないと、立憲そのものがどん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 地盤沈下しちゃうことになる可能性すらありますよね、と質問すると、玉城氏は、私はこんなことを続けてたら、本当に野党第1党は維新になると思いますよ。と応じた、いわゆる野党共闘の枠組みについて、立憲とは、なかなか難しそうですね、という問いかけには。 難しそうですね相手の政策次第ですけどまだそれだったら維新の方が憲法も含めて一緒にやってますから政策的には近いですねと応じていたこういう仕掛けるような発言というかけしかけるような発言というのは記者会見で玉木氏の発言に対する所感を問われた泉氏は発言の対応について「 当初から、私たちとしては政党としての考えではないということは明確にお伝えもし、そして党として、この発言は行き過ぎだったということで処分もし、小西議員にもできる限りの誠意を尽くすように伝えているところだ、などと前置きした上で、そんなことを言っている政党はという表現には、これは言い過ぎだと思いますねと不快感を示した。こういう 仕掛けるような発言というか、けしかけるような発言というのは、こんなことをしていたら自民党が喜ぶだけだと、私はそう思う。選挙協力への影響についてはいや別に何も、こういう発言をしていたら、自民党を喜ばせるだけだと、改めてそう思う、と述べるにとどめた。 玉城氏の発言をめぐっては、立憲の米山隆一衆院議員がツイッターで発言を伝える記事を引用しながら、率直に、小西議員の発言は感心しません。でもあなたに言われることじゃない。私は、私たちは政権獲得を目指します。と批判、別のツイッター利用者が、玉城さんは立憲に頼むからしっかりしてくれって言ってるんです。 別に批判したいわけではないんですよ、とフォローしたのに対して、玉城氏が、はい、と返信していた。